観音寺、アジサイ寺やね、いましたよ。綺麗。もう梅雨時期のこの深い緑が撮影中。どう？マクロが。あ、マクロ。マクロモードが面白い。ライカ級。ああ、なるほどなるほど。素晴らしい。まみれてるな。まぶしいから目があんまり開いてない。人に来とう。来てるんやろか。すごいな、めっちゃ寄れるな。どこまで行けんの？レンズに当たるな、これ。フィルターまで行くんじゃん。到着。さあ、これはお菓子工場らしいね。お菓子工場か。はい。はい、こんな感じ。ジェラート、チョコレート、どら焼き、カフェショップ。などなど。すごいな。公園もあります。はい、じゃ行きましょう。あ、ほんまに学校やんな。すごいな。すごいな。学校を改装してお菓子工場にしてるらしいね。ああ、こんだけ改装するの大変。うん。小学校。
まあこの入り口がもう小学校やか、不評でカフェ、すごいな。本部系なんか知らんよ、知らなかった。カフェどこかなと思って、超学校やな、図書室って書いてある。鹿肉の結晶、鹿肉の結晶、マジで、あ、うまい。これ食べないといけません。すごいんです。コップやろ、お花のような香りがするやつです。あ、そう、うん、お花の香りがするの。冷やして飲んだら美味しい。冷やして飲むやつ。で、オンダラップで飲むと美味しいやつ。原酒なので、こっちがおすすめ。そうだな。どう考えてもそうだな。へ、ね、これやな。